今シーズン11位に終わったサッカー J2 のファジアーノ岡山がファンからの声援に感謝するイベントがきょう岡山市で開かれました。岡山市北区で開かれたファン感謝デーにはファジアーノ岡山のファンなどおよそ2300人が集まり、はじめに選手やスタッフがステージに入場しました。2015シーズン、皆さん熱いご支援ご声援ありがとうございました。ファン感謝デーキックオフ以上です。ありがとうございました。楽しんでてください。この後屋外でファンと選手が直接触れ合う交流イベントが行われ、一列に並んだ子どもたちがボールを後ろに渡していき、選手がボールをドリブルで運び的に当てるゲームが行われました。長澤哲監督も参加し、的にボールが当たると一緒に歓声を上げていました。このほか選手たちが餅をついて振る舞うコーナーも設けられ、家族連れがつきたての餅を使ったきなこ餅を美味しそうに味わっていました。美味しい。選手とボールゲームが楽しかったです。来年はどんな願いがありますか？ファジアーノが J1 に上がってほしいです。お伝えします。サッカー J2 のファジアーノ岡山が今日今シーズンを締めくくるファン感謝デーを開き、大勢のサポーターでにぎわいました。ファン感謝デーにはファジアーノ岡山の選手や長澤監督ら54人が参加しました。2015年ファン感謝デーキックオフ。ファンクラブ会員2300人が集まる中、選手たちは腕相撲や餅つきなどを一緒に行って交流を深めていました。あまり触れ合ったりとかしないので、とてもいい勉強になったりしたと思います。試合と違ってやっぱり選手と身近に接しているというのが一番かなと。また今日は今シーズン限りで退団や移籍する選手も参加し、サポーターから感謝やねぎらいの言葉がかけられていました。今シーズンは昨シーズンより順位を3つ落とし11位に終わったファジアーノ。来シーズンは J2 昇格8年目となり、悲願の J1 昇格が期待されます。サッカー J2 ファジアーノ岡山のファン感謝イベントが岡山市で開かれました。ファン感謝デーには監督や選手ら42人が参加し、およそ2300人のサポーターが出迎えました。ファン感謝デーキックオフ。会場ではトークショーやサイン会などが開かれ、サポーターたちはお目当ての選手のところに詰めかけました。またチームを去る選手と写真を撮ったり、ねぎらいの言葉をかけたりして別れを惜しむ人もいました。千秋選手です。寂しいですけど、他のところでも頑張ってほしいです。田所選手です。いつもプレーしてる姿しか見たことなかったんですけど、やっぱりもうすごいなと思いました。このほか選手らが自分で考えた余興を披露し、会場が笑いに包まれていました。ファジアーノは今シーズンを12勝18分け12敗の11位で終えています。サッカー J2 ファジアーノ岡山のファン感謝イベントが岡山市で行われました。無事2015シーズン、結果は出なかったですけども、無事に終わることができました。もう皆さんのおかげです。ありがとうございました。会場にはファジアーノ岡山のファンクラブ会員およそ2300人が集まりました。ファン感謝で松原選手会長のキックオフ宣言でイベントがスタートし、選手やスタッフがそれぞれのブースに分かれてサイン会やボール遊びなどでファンと交流しました。 J2 7年目の今シーズンは一時リーグ首位にも立ちましたが、その後低迷し最終的には11位で終えたファジアーノ。
シーズンオフに入り、長年チームを支えてきた主力選手の移籍退団が発表されましたが、今日はその選手たちも参加し、ファジアーノの選手としてファンとの最後の交流を楽しんでいました。チームはこの後およそ1ヶ月のオフに入り、来月新体制が発表されます。